川の日経の人会では筒風です。今日は5年ぶりの渋谷さんの撮り下ろし撮影を頑張っております。今回はライズアップでめちゃくちゃボディメイクをしてちょっとすっきりした体型で皆さんにお送りできると思うのでお楽しみにしていただけたら嬉しいです。頑張ります。皆さんこんにちは、平和の輪に地球の地高い土地つかさです。皆さんの撮影が終わりました。今回ですね、ちょっと見ての通りテカテカにしたりとかちょっとセクシーな要素もたっぷりの撮影をしてきたのでぜひ見ていただけると嬉しいです。楽しみに。今日は頑張って撮影しました。5キロぐらい1週間で痩せたのでいい写真になったのではないでしょうか。皆さんチェックしてください。お願いします。バイバイ。朝木いちかです。よろしくお願いします。本日のシュープレの撮影は今までと違ってパッと笑顔明るいっていう感じよりは艶っぽく大人っぽい形になって、初のグラビアなのでちょっと大人っぽさを演出して撮影できたらいいなと思ってます。頑張ります。お疲れ様でした。本日撮影以上で終了です。ありがとうございました。いや最後はちょっと寒かったですけど、びしょびしょになってなんか濡れた下なんだっけ、水も滴るいい女をちょっと撮っていただきました。なんか初挑戦のお先一さん一かな一さんってあれやね一かな、写真を撮ってもらったのでぜひ皆さん仕上がりを楽しみにしていてください。寒くて口が回らなくなってきたありがとうございました。また。
皆さんこんにちは、クリエミです。ということで、お久しぶりの週刊プレイボーイさんです。ありがとうございます。今日はですね、なんか今まで撮ったことない感じというか、あのテーマが妖艶ということで、ちょっと過去一乱れたクリエミを皆さんにお届けできるかなと思います。一着目はね、あのちょっとガーターっぽい感じで、今あの靴下脱いじゃったんですけど、ガーター感があって、ちょっとこれが乱れていくっていう姿を撮影していただきました。このあとね、2着目3着目ってさらにちょっと乱れクリエミでいきたいと思いますので、掲載を楽しみにしていただけたらなと思います。あとね、電子書籍も発売させていただけるということで、みんな絶対買ってください。ということで、2着目も頑張ってきます。行ってきます。2着目終わりました。いや、あのこんなピンクのライトのもと撮影したことがないので、あの出来上がりが本当に楽しみです。だってファンのみんなも初めて見るクリエミーになってるような、てか確実になってると思うので、いやもう本当楽しみにしていてほしいです。電子の方でしかない写真もいっぱいあると思うので、それも楽しみにしていてください。では次3着目かな。3着目行ってきまーす。お兄さん、遊んでいきませんか？朝日奈々美です。本日週刊プレイボーイさんの撮影がたった今終わりました。今日は大人っぽかったり海で遊んだりと、すごく楽しい撮影でした。ぜひ見てください。お願いします。おはようございます、ナビエミリーです。
今日は初めての雑誌での水着グラビアということで、すごく緊張しているんですけれども、素敵に撮影していただけたので、早く完成が待ち遠しいんですけれども、最後まで今日は一日頑張りたいなと思います。1着目はこれでした。2着目はこの花模様の白水着を着ました。イエイすごく可愛らしくて、阿部ちゃんに似合ってますか？ぜひ皆さんたくさん見てください。コスプレなんて言わせないぞー。きます。キャー水でいっぱい遊びました。イエイ。べちょべちょです。イエイぜひ皆さんたくさん見てね。4着目は皆さん大好きなスクール水着でした。スクール水着は私もすごく気に入っている衣装なので、すごく嬉しいです。なんとこれにて撮影終了しました。本当に一日があっという間で、いろんな衣装を着せていただいたんですけれども、どれも本当に可愛くて夢のような時間でした。雑誌のグラビアの、ソロ撮影は今回が初めてで、緊張ばかりで、もう何が何やらって感じだったんですけど、個人的にいろんな表情ができて皆さんに楽しんでいただけるかなというふうに思います。皆さんぜひぜひシュプレたくさん見てください。以上、スーパーガールズの阿部ゆめりでした。バイバーイ、たくさん見てねー。